はい、じゃあエンジンですけども、はい、FXGT に積んでるエンジンはどんなエンジンなんですか？と 4AG になります。なるほど、はい、4AG ってどんなエンジンなんですか？1600cc の、まあ、高回転型 のパワーのあるエンジンですね。あの86に積んでるやつと同じですか？あ、はい、そうです。わかりました。あ、だとすると130馬力のエンジンですよね。はい、はい、この TVIS って何ですか？はい、インマニの内部の径を、回転数に応じて開閉させるものとなってます。なるほど。その効果ってどうですか、実感できますか？そうですね、低回転で もそんなにもたつ、普通の一般道の走行ではあの不満なく加速しますし、高回転も気持ちよく回るので、はい、とてもいい装備だと思います。わかりました、はい、なんか当時のカタログによるとアイドリングの800回転から7700回転まで、はい、0.98 秒で吹き上がるっていう、はい、に書いてありましたけど、はい、その素早い感じはしますか？あ、そうですね、はい、本当あのアクセル踏むに本当リニアにかいあの上がっていく感じはしますね。あ、なるほど、わかりました、はい、ちなみにこれタワーバーは追加したんですか、はい、皆さんが、あの A82 型の FF の 4AG 搭載車両はすべて標準で付いています。例えば4ドアの GT とかも、はい、あれも A82 になるんですか？はい、あれもそうなんですか。ですのでその車にも同じタワーバーがついています。これに特徴があるんですか？はい、2way パッケージトレイといいまして、これを倒すことができる機構がついています。このノブを回しまして、そうするとこのように、なるほど、縦方向になるんですね。つまりトノーボードがある状態でリクライニングさせようとすると当たっちゃうから、はい、これをまず下にポローンと倒して、はい、それから倒すわけですね。はい、はい、分かりました。はい、というわけで、五十嵐さんの教わったやり方で、シートを後ろに倒す、それから前に格納するものをやってみたいと思います。シートを倒すのは内側からしかできません。で、シートの脇にあるバンドを引っ張ります。するとロックが解除されて、このように後ろに倒れます。左右ともに倒れます。で、このリクライニングは、当時のハッチバックとしては珍しくかなり角度がつくものです。で、このリクライニングも前倒しと前起こしのみではなく、途中でこのように角度をつけて止めれるようになっています。かなり使い勝手がいい感じだと思います。そして前方向に倒すのも同じリングを引けば、このように前倒しすることができます。はい、身長173センチの私がフロントシートをセットした状態でリアシートに座っています。とても広いです。今リアシートの背もたれは通常位置の状態で、頭上は拳1個半そして肩周りの空間はすごく余裕があります。またフロントシートまでの膝前の空間も拳2つ半入ります。視界はですね、非常にいいです。各ピラー類が細いのと窓が立っているので、ものすごく光が入ってきてすごく快適です。またフロントシートのヘッドレストが中央に穴が開いているタイプですので、フロントの視界も良好です。シートは先ほども説明しましたようにリクライニングがあります。室内側からトノーボードを倒してリクライニングをさせてやると、このような快適な姿勢が取れます。後席の居住性がかなりいいあたりもさすがトヨタだなと思います。細かな気遣いが効いていると思います。各シートの左右には小物が入るスペースがあります。はい、身長173センチの私がドラポジを最適にセットした状態での、シート位置です。ヘッドルームは後席同様やはり拳1個半入ります。そして膝前の空間には余裕があります。このシートなんですが、セブンウェイ調整シートとなっています。7つの箇所が調整できます。1つ目、ヘッドレストの角度、このように段階調整が可能です。ヘッドレストの高さを上下に調整ができます。ここで1、2ですね。さらに通常のリクライニング、ここで3箇所目、そしてシートリフターがついていて、この調整が4箇所目、シートの前後スライド、これで5箇所目、そして6箇所目がこのレバーでシートの背面の張りを調整できます。このダイヤルでサイドサポートの間隔を狭めたり広げたりすることができます。
これで合計6箇所目7箇所目セブンウェイの調整シートになっています。はい、そしてインパネ周りは、FX ならではのスポーティーな造形になっています。ステアリングはですね、ブラックのレザーなんですけれども、ステッチがオレンジになってます。アンバーというふうに表記されてましたが、このアンバー色のステッチが特徴で、中央のツインカム16というロゴもアンバー、そしてメーターの文字盤もアンバーで、この夜間の表示もアンバーなんですよね。はい、当時のトヨタ車って結構こういうの多いですよね、アンバーの。今伊賀さんに教えてもらったんですが、当時のトヨタの GT 系のスポーツグレードはみんなこういうアンバーをサッシ色に使っているということでした。非常に文字盤は見やすく大きいものになっています。このセンターの、下部にはですね、蓋付きのコンソールボックスが備わっています。視界は非常に広くて見やすいです。またボンネットの先端の位置もよくわかるので、車幅感覚はつかみやすいものになっています。伊賀さん、すごい静かじゃないですか、この車。そうですね、 4AG 搭載のスポーツモデルっていうと、はい、例えば最近のスポーツモデルって、はい、過剰に音の演出したりするじゃないですか、はい、ブローンっていったり、はい、そういうのないんですね。そうですね、自然とちょっと普通の車よりマフラーの音が大きめになってると思うんですけど、うん、それは演出とかじゃなくて自然と、はい、そういう風になったと思います。ステアリングはパワーステ付きですよね。はい、はい、これパワーステなしのモデルだと可変ギアレシオだけど、はい、パワーステ付きのモデルが普通のギアレシオのやつですね。はい、その操作力はどうですか、重い軽いで言うと。今時の車と比べると若干重いと思います。こう U ターンするときは小回り効きますか。まあ効く方だと思います。特別効く数値ではないんですけども、はい、まあ、だからといって効かないっていうわけでもないです。なるほど。シフトフィーリングはどうですか。まあ、結構大きめですね。あ、ストロークが大きい。はい、ストロークが大きめで、そんなにスポーツっていう感じは正直もう普通車の感覚ですね。普通車というよりは普通車みたいな、はい、なんかこうお話を伺っていると、全体にすごく際立った特徴はない代わりに不満もない、はい、いいモデルっていう。そうですね、乗ってて嫌なところがないっていうのは実はすごい個性かもしれないですね。そうですね、なんかここを変えたいとかそう変えたいっていう思いはないですね。で、今五十嵐さんは実はこれは5速マニュアルだけど 4AT の FXGT も持ってる、はい、2台持ってる、はいはい、2台を買うほど気に入ったからだと思うんですけど、はい、どこが気に入ったっていう感じではないんですか。そうですね、正直言って、まあ、普通の車と感覚は変わらないので、うん、なのでそうなるとやっぱり普通すぎて皆さん、ね、長く乗らない方の方が多いので、だったら自分はなぜか大好きなので、はい、そしたら自分がやっぱ乗るしかないかなっていう感じですね。なので今は GT ですけど、はい、FX の G ですとか L ですとか、はい、4AG でない本当普通の 1500cc とか、はい、そういうのもなんかあったら欲しいかなとか思っちゃいますね。でもすごい不思議なのが、はい、そんだけすごい好きなのにFX のどこがいいですかって聞いたら、どこなんですか。普通なところ。